室町時代永正年間の人と言われております。幼少より国区多年武術に傾倒し、戦場真剣の試合数知れず、一度も不覚を取らなかったと言われております。ただ技法を超えた進歩においては、未だ十分に安心立命の心境に達し得ず、後妻山大明神に記念して、ついに滑然として逮捕し、勝機を末劇に知る無我の心境に達し、必勝の原理を体得して辰巳流を創始したと伝えられている。辰巳流の実技としては、居合剣術を主体として、柔ら槍術、棒術、薙刀、手裏剣、補助術など武器一般のほか、キューバ集団戦闘の心得や物見測量法、兵術、甲冑着次第まで驚いている。江戸時代は下総桜の堀田藩で藩外不出の武道として権威ある宗家統率のもとに、歴代を含む優れた剣士によって厳しく伝承されたために、江戸時代以前の戦国武道の骨格を15巻の伝書のほか、多数の古文書、口伝などとともに正確に原本まで伝えられたことは稀有な例であり貴重である。千葉県においてもストにその文化財としての価値を認め、加藤貞夫個人、加藤光先生個人、加藤博先生を無形文化財保持者に指定している。なお無前中津の奥平藩に辰巳流の分派辰巳神流があって、福沢諭吉がこの系統の居合を学び、晩年に至るまで自負していたのは有名である。諭吉も60歳を超えて毎年数抜き千本を通している。辰巳流の各種の方は戦国の古式そのままに伝承されたため、外観は虚飾なく一見して地味ではあるが、実はすこぶる高度な技術内容の集約であって、これが巧妙に構成されており、動く禅とも称されている。現在の新しい素材で作った蔵は、和解を整えるなど、先人の素材の根源と
第1会場は弥生親鸞流兵術佐藤重信斎先生ほかご一門のご演舞でございました。第1会場は弥生親鸞流に続きまして無辺流棒術、無辺流棒術の演舞でございます。第1会場無辺流棒術、流祖の斎藤又右衛門葛久は大内無縁の無辺流僧術二代目大内上衛門に師事し開国修行の道真剣勝負および敵の太刀で又右衛門の槍が千段巻より切り落とされ同時に敵は脳天めがけ真っ向から切り込んだ時とっさに又右衛門は槍の石突きで敵の刀を払い槍の柄で小手を打ち、ひるむ隙に抜き打ちに相手を切ったということでございます。これより槍術を離れ、槍術に専念したと言われております。現在、井上富夫先生に受け継がれております。
もし、もう間に合ったよ。え？新学期の決意。やば！いや、ところであんたのところより後ろの馬の方がさ、大迫力だな。うん、すごい。で、とりあえず今日はあんた左肩下がってなかったよ。ただ、そう、これで俺の大好きなあの卑怯な流派は今日来てないんだ。あ、他にもっといけつない理由は今日ないの。え？ほー！はい、じゃあね。うん、第2会場は辰巳龍のご演舞でございました。うん